務めさせていただきます。さんさん商店街の佐藤純也と申します。よろしくお願いします。それではただいまよりオラホのラジオ体操員さんさん商店街を開催します。それでは早速今日のメインゲストの本間ちゃんこと本間明子さんに登場していただきたいと思います。皆さんの拍手でお迎えください。カレーあげてやがる、ええ、ずっと忙しくて、はい、こんにちは。ございます。ありがとうございます。もう少しこっち来て。あ、加藤さん。はい。はい。よろしくお願いします。あ、どうですか。いやキラキラ丼。キラキラ丼。いくら。いや、びっくりしたよ。本当ですか。あの、掘ったっけご飯出てこねえんだね。すばらぐ。すばらぐ、すばらぐ掘ってやっけ。やっと出てきて。あ、いったね、あの、あ、まあ、私ね、こう見えてすごい非常に都会的な感じしますけれども、出身はあの、牡鹿半島の相川っていうとこで、もうね、南三陸よりね、過疎です。もうあの、牡鹿半島の先も先ですから、ただあの、言っておきますけど、宮城県で一番ハワイ島に近いのは相川ですから、はい。だから東、あの、半島の人の大体7割ぐらいみんな英語喋ってるんですよ。あんたいつ来たのやなんてね、わけのわかんない英語を喋ってるっていう。でそこの生まれなんで、子供の頃はね、サゲをこう取ってきたり、まあ、今思うとですね、あれはあの内緒で取ってきたんですよね。あの川見だっけ、いながらなんだか取ってきたのみたいな、そういうノリだったと思うんですけど、でお袋があのね、あの母親があのいくらつけてくれで、だいたいそういう時期だと、だいたいこう食卓にはですね、いくらしかないわけですよ。